こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。2019年、初めての予想、和歌山記念競輪和歌山グランプリ、最終日12レース決勝戦の予想を行っていきます。概要です。12レース決勝戦です。こちらですね、近畿が3人揃って、三谷が先頭を行きます。その三谷、 地元二人を連れてるだけに、えー、積極策が見込めると思います。えー、そこでですね、他に、うどうしても先行とか、ないですし、やっぱり地元に競りかけてくるの、え、メンバーはいないと思いまして、えー、地元両者の抜け出しを本,本命に見ました。ただ、やっぱりここで気になるのは中川誠一郎なんですよね。 やっぱりマクリをスピードは地元の結束を打ち破るだけのものがあります。えー、中川に地元両者を絡めるのも、えー、抑えていいんじゃないかなと思います。はい、えー、12レース決勝戦の予想はご覧の通りです。えー、っと、グランプリ覇者、三谷隆起が登場してきますね。唯一の SQS 班ということで。 他にやっぱり中川千一郎。一番点数持ってますし、スピードは、脅威ですよね。地元勢から四季おたくや東口、吉友、この二人が勝ち上がってまいりました。えー、見たい竜気に乗ります。はい。えー、こちら、並びですね。えー、まだですね、あのー、 発売したばかりなので、オッズが変動する可能性があるので、えー、オッズ作戦は取りません、えー。あくまで展開的な予想を、あの、したいと思います。えー、これを見ると、バック回数は三谷隆樹と小川慎太郎は5回で並んでおりますね。えー、っと、ちなみにですね、逃げの決まり手があるのは中川誠一郎と山田和樹の2人ですね。 ただ、ヤーダは短期です。また、中川も小川祐介しかつけないってことになると、そんなに早く先手を奪いに行くかって言ったら、まあ、よっぽど流した場合は別なんですけど、あまり考えにくいと私は見ました。先行するのは、えー、っと、まあ、小川慎太郎もいるんですけど、番手が池田典明と、 まあ、岩津祐介なんで、ちょっと、そこまで積極的に行くのかな。小川も積極性減ってきてますからね、まくりばまくりが多くなってるんで、先行するのは三谷じゃないかなと思います。やっぱり地元勢連れてるし、今後、ま、特別、 とか、まあ、今年もビッグレースで、あの、戦っていくために、優勝は欲しいとは思うんですけど、まあ、なら2月控えてますし、ここは、まあ、力を出し切る競争を、あの、心がけるんじゃないかなと思いますので、そうなると、まあ、他を、叩いて、えー、叩いてというか、他を、 のラインを、退けて先行して、まあ、最も三谷、えっと、地足なんで、粘りはあると思うんですが、4コーナーからの末の粘りというのは、まだ本調子にないと思うんですよね。なので、えっと、ここ、地元勢、四季が前で、東口が後ろ。東口は、あの、記念、 昨年だったかな取りましたが、敷居はまだ取ってないんですよね。となると、敷居はあの昨年の全日本選抜で決勝に乗ったりして、まあいまいちそうですね、勝ち見には遅いところはあるんですが、ここはもう地元ということもあって、何としても取りに行きたい。もっと、 どこで踏み出すタイミングな、になるかですよね。三谷をかばおうとするときは、かばおうとするとやっぱり東内ちも最後かさざるを得ないような流れになるんで、折り返しもいるんじゃないかなと思います。三谷は、あの、抑えずに5995、地元の両者を本線にしたいと思います。で、ここに、 結局、そうですね、展開としては中段小川とか柳田,なんで,柳田で中川、後方に追いやられるとは思うんですが、それでも来ちゃうのが中川なんですよね。やっぱりスピード、短距離のスピードだったら一番のもの持ってますからね。結局、届いちゃう目もあるんじゃないかなと思いますね。 小川も先まくり打つでしょうから、まあ、そこで波が作られて中川が不発弱るか小川のスピードに逆に乗って中川がまくり追い込むかとなるんですがやっぱり外を伸びる最後直線外を伸びてくる強襲する 展開は行かないといけないと思います。相手は、三谷いや小川じゃなくて、地元勢で行きました。まあ、多少岩津や柳田が、あのー、相手としては不気味なんですが、地元が抜け出したところをさらに中川が強襲する目のが、中川が来る、えー、っと、一番可能性のある目じゃないかなと思いまして、えー、地元勢から中川。 の折り返しを、えー、上げてみました。はい、えー、以上。えー、和歌山記念、競輪、和歌山グランプリ、最終日、決勝戦の予想をお送りいたしました。果たして、三谷の、三谷は、地元勢は、中川はどうなるんでしょうか えー、関連動画動画プレイリスト、この最後の20秒で表示されますので、お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。またチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。はい。では明日、決勝に期待しましょう。ご視聴いただき、ありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。